大友やかもち。大友のやかもちは、奈良時代の苦行、家人。大納言、大友旅人の子。範囲は、十三に、中納言。三十六河川の一人。小倉百人一種では中納言家持ち。万葉集の返纂に関わる家人として取り上げられることが多いが、大友氏は、大和朝廷以来の部門の家であり、祖父、安マ等。 旅人と同じく律令成果の高級管理として歴史に名を残し、延暦年間には中納言にまで上った。父、旅人が、太宰卒として、太宰府に赴任する際には、母、田地平爪、弟、書物と共に認知に従っている。後に母を亡くし、再化してきたおばの、大友坂の上のいら爪に育てられた。天平二年。 730年旅人と共に帰京。天平10年、738年に、うどねりと見、え、天平12年、740年、藤原広次の乱の平定を祈願する、聖武天皇の伊勢行行に、樹が、天平17年、745年に、十五石下に寄せられ、翌天平18年、746年3月に、宮内昭遊、ついで6月に、 腰中守に任ぜられて、地方官に転じる。不妊中の天平二十一年、749年、十五以上に少女される一方で、二百二十三種の和歌を読んだ。天平商法三年、751年納言に任ぜられて帰郷後、天平商法六年、754年兵部昭友、天平商法九歳、757年兵部大輔と、 光や朝後半は、兵部省の時間を務める。この間の天平商法7歳、755年、南場で、先森の権業に関わるが、この時の先森との出会いが、万葉集の、先森歌収集につながっている。天平法事元年、757年に発生した、立花ならマロの乱では、越中国府人事に深い交流を持った大友事主を、 はじめとして、大友小丸や大友小児明ら一族が処罰を受けたが、家持ちは無本に組みせず処罰を免れる。しかし、乱の影響を受けたものか、翌天平法治2年、758年に、稲葉守に任せられ再び地方官に転出。翌天平法治3年、759年正月に、稲葉国府で、万葉集の最後の和歌を読んだ。天平法6年、 762年、忍大輔に任ぜられ、教官に服すが、順任朝で牽政を振るっていた。大志、藤原中丸に対して、藤原少麻丸、石上屋勝具、最近は盲人の三人と暗殺計画を立案する。しかし密告により計画は露見し、天平法治七年、763年に四人は捕らえられてしまう。ここで、 藤原少なまろが単独犯行を主張したことから、家持ちは罪に問われなかったものの、翌天平法事八年、764年正月に、薩摩守へ左遷される、報復人事を受けた。なお、九州に下校していたためか、同年9月に発生した、藤原仲間ロノの乱での動静は伝わらない。その後、神後慶雲元年、767年が在小義に,に、展示。 聖徳朝では主に九州地方の地方官を務めている。神護慶運4年770年9月に聖徳天皇が崩御すると、左中弁慶、中塚佐大輔と養殖につき、11月の公認天皇の即位に伴って、21年ぶりに少女されて、生後医下となる。公認朝では、四季部、大輔、左京大部、 江門の徳と慶氏の養殖や数さ、異性と大国の神を歴任する一方で、法紀2年、772年14位下、法紀8年、777年14位上、法紀9年、778年正4位下と、順調に昇進する。法紀11年、780年三義に任ぜられて、苦行に列し、翌天皇元年、781年には、 十三味に除せられた。菅武友に入ると、天王二年、七百八十二年正月には、日が川河津の乱への関与を疑われて、開官されるなど、政治家として骨太な面を見ることができる。しかし、早くも、同年四月には罪を許され、賛義に服し、翌延略二年、七百八十三年には、千人の賛義であった。藤原お風呂マ 藤原刃を超えて、中納言に昇進する。また、皇太子、沢原親王の東宮大部も兼ねた。さらに、延暦三年、七百八十四年には、自節政党将軍に任せられて、江戸政党の責任者となる。翌延暦四年、七百八十五年四月には、道の区国に仮設置していた。だが、会場の両軍について、正規の軍に昇格させて、 官員を常駐させることを根性し、許されている。同年8月28日公挙。最終官員は中納言十三位健康東宮大部、道の安あぜち陳府将軍。兼任していた道のく安ぜち自設政党将軍の職務のために滞在していた、道のく国で没した、あるいは、容人の官として在京していたとの両説がある。がって、 死没地にも平城警設と多賀城設とがある。没した直後に、藤原種継暗殺事件が増営中の長岡京で、発生、家持も関与していたとされて、追罰として、埋葬を許されず、官石からも除名された。この江の大沖国への流罪となった。なお、家持は、没後20年以上経過した、延暦25年、806年に恩赦を受けて、 13位に服している。長家、短家など合計473種が万葉集に収められており、万葉集全体の1割を超えている。このことから家持ちが万葉集の返纂に関わったと考えられている。万葉集巻17から20は家集の間もある。万葉集の最後は天平法治3年759年正月の 新しき年の死の初春の今日降る、雪の家明吉寺、陽号と、巻二0から四千五百十六である。字に、十五以上、稲葉守大友やかもちは十二歳。生五位下になるのは、十一年後のことである。百人一首の歌、笠詐の渡せる橋に置く、下の白木を見れば夜ぞふけにけるは、万葉集には日集していない。直線歌人として、周囲は歌集。 三首以下の直線和歌集に六十首が取られている。太平洋戦争中に玉砕を知らせる大本営発表の前奏曲として流れた海床は作曲、新寺清は家持のが道の区国出勤証書家万葉集巻十八による。昭和五十六年九百八十一年の第一回高岡マハ祭りを記念して JR 高岡駅、 北口駅前広場に大友やかもち像が設置された。その後、JR 高岡駅周辺整備事業に伴って一時撤去して修理された際、家持ちの不認知の越中国府が存在した不木地区へ像を移転する意見も出されていたが、最終的には高岡駅のシンボルとして駅北口に再び設置されることになった。また、 薩摩国史として赴任した鹿児島県薩摩仙台市の川内歴史資料館近く及び川内駅前にも未来へ語る歴史像の一つとして大友やかもち像が存在する。中期のないものは六国史による。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。